70頭は仏塔の形式の一つ。相当と呼ばれる老閣形式の仏塔のうち7への屋根を持つものを指す。日本では近世までに建造された大型木造を70頭で現存するものはない。神奈川県鋭比が中央公園内に復元された相模国分寺の70頭仏塔の意味や位置づけ等は50頭の高を参照のこと。日本では 聖武天皇の直命により、各地に国分寺が設置された際に、寺院と共に70頭の建設が進められた。このため、武蔵国分寺、阿波国分寺、佐抜国分寺など、各地の国分寺の移行には、70頭の基壇を含むものもある。東大寺においては、東東、斎藤の2本の70頭が建設された。平安時代においては、 道橋により吉見寺に七十頭が、鎌倉時代には、東大寺塔々の再建が、室町時代には、足利義満により、小国寺に八角七十頭が、また、金閣寺付近には、北山王塔が建設されたが、いずれも、落雷や陛下により消失した。中央の七十頭が、小賀パビリオン。日本万国博覧会の小賀パビリオンは、東大寺塔々を再現したものであった。 このパビリオンは、博覧会終了後に取り壊されている。東大寺では、創建当初のラン復元に向けた、整備基本構想があり、構成要素の一つである東東の再現も視野に、含まれているが、実際に建設する可否や時期等は発掘調査が進んでから具体化される見込み。ありがとうございます。